出来302号機出来305号機出来303号機三河鉄道機重軽電気機関車は三河鉄道が申請した直流用電気機関車。後年三河鉄道が名古屋鉄道へ吸収合併されたことに伴い出来300型と解消された。三両が2013年まで在籍したが2014年3月までにいずれも除籍された。 三河鉄道が自社線の電化に伴い、日本車両製造で1926年5月に機10.11が製造され、三菱造船所で1927年8月に機12.13、1929年9月にも機14が増備された。突技型で、日本車両製造製の機関車は、ウェスティングハウスエレクトリック製の制御機器を用いて、 いいたが、三菱造船所製の機関車では純国産品を採用している。その後の1936年には1928年8月に三菱造船所で製造されて、市畑電気鉄道が購入したほぼ同系の機関車でき一型が世界強行に伴う輸送量減で余剰となり、三河鉄道に譲渡されて機銃計十五として編入された。このような経緯から、 単に出来300型といっても、各車両の車体長、形状などが少しずつ異なっている。1941年に三河鉄道は名鉄に統合され、機関車も名鉄所属となり、形式も出来300型となった。1964年に304が塚口駅に併設された新川工場の火災で廃車。 1966年には出来301が踏切事故で廃車。1984年には国鉄ダイヤ改正に伴う名鉄の貨物列車消滅により余剰となった出来302が廃車となった。302はその後も800系2両と共に豊田市の倉賀池公園に貨車と編成を組んで展示されていたが2003年の公園改修時に解体された。 303、305、306 30に関しては入れ替え、保線列車、搬入列車などの用途があることから残すことになり、1993年から1994年には、車体更新工事を受け、塗装がそれまでの黒から明るい青色に変更された。なお更新工事以前より、前面には警戒色である黄色と黒の虎島模様が塗られていた。 2014年2月5日に305、306が廃車、解体されたが、残る303は、解体を免れ、3月3日に毎月検査場の工場設備扱いとなった。私鉄車両編成表 2014JRR 編、2014年、交通新聞社197ページ。ISBN 978から4から330484143。 一畑電気鉄道でキーチ系電気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。